はい、梅です。こんにちは、どうもどうも。今日は2023年の10月のとある平日ですね。とね、今年もですね、11月の18日のミッキー・ミニの誕生日、はい、こちらですね、グリーティング施設にですね、まあ制限といいますか、特殊運用が適用されることになりました。そういう発表がありましたので、まあそれについて解説したいと思います。とね、11月の18日っていうのは、 ミッキーミニーの誕生日で,で、毎年すごいその、ね、おめでとうっていう風にメッセージをね、あの直接言いたいっていうね、ミッキーミニータをね、ミッキーミニーファンの皆さんが、パークの方にまドバッとね、毎年来るんですよね、ものすごい来るんですよね。で、うん、とここ最近ですねあの、ファストパスを配ったり、スタンバイパスを配ったりして、でグリーディング施設がね、混雑しないように、ゲストをまあ制限してます。 で、制限がない時期はですね、なんと600分待ちとかね、そういう年もありましたよね。600分って10時間ですよね。でね、これがですね、ファストパス配ったり、あとスタンバイパス配ったりしてました、最近は。で、今年はね、どうすんのかなぁと思ったらですね、結局ですね、まず、ランドと C、それぞれ、ランドはミートミッキー、そして、 ディズニーシーはトレイル。この二つの施設のミッキーのみですね。ミニーは対象外です。ミッキーのみ。だからランドのミッキー、えっとシーのミッキー、それぞれミッキーのグリーティング施設に対して、とね、40周年限定プラルティパスの対象になります。な <laughs> んのこっちゃって感じだよね。これがですね、40周年限定プラルティパスっていうのは、 まあ実質ファストパスのような感じですよね。要はアプリの上でなんか時間指定の券をもらって、で、それであのアトラクションを体験するとかね、そういうパスがあって、まあ実質これファストパスなんですけども、これ今回このミッキーのグリーティング施設もこの40周年限定プラリティパス、まあ略してファストパス、はい、これ対象になりました。 で、今回はこれちょっと思ったのがですねこのパスがないとミッキーに会えないんですよだからね厳密にはねファストパスとも違うし40周年限定プラルティパスいつものこのパスとも違うんですよねなのでスタンバイパスに近いんですよもうこれ訳わ,わかんないですよね何とかパス何とかパスって、まあ、要はのすごく平たく言うと 朝一入園したら、スマホの上で、整理券を取ってねってことです。で、この整理券がないと、ミッキーには会えませんよってことです。めちゃめちゃややこしい用語がね。僕らオタクでさえね、ギリギリこれなんとか理解できてるんですけども、一般の人はね、これ理解できないと思いますね。わかりましたか ?11 月18日の、 ミッキー・ミニーの誕生日、ミッキーに会うには、入園したらすぐにスマホの上で、この整理券を取得して、で、その整理券がないと、この日、ミッキーには会えません。はい、そういうことです。わかりましたなので、普通に並べば会えるんでしょうではないので、ご注意ください。それで、これ去年もだったんですけども、ミッキーだけ対象で、ミニーは、この整理券、対象ではないんですよね。 なのでミニは並べば会えますなのであの時々ですねまあ去年も心配してる人もいましたし今年もこの発表を受けて心配してる人がいました要はですねミッキー整理券はわからんでもないんだけどじゃあミニーはどうなるんだとミニー整理券なしで大丈夫かよとミニーの列がね大爆発してね600分とかなったらどうするんだよとかね ままそういういい心配すする人もいますよねなんでミッーはって思うじゃないですか。で、これね、去年もそうだったんですよ。去年もミッキーだけ対象で、ミッーは並べば誰でも会えました。で、今年もそういう風にしてるってことは、去年その運用で、まあまあうまくいったから、今年もそれでええやろっていうふうにまあ思ってると思うんですよね。で、ミッーもじゃあこの整理券にしてしまえば、まあぶっちゃけ運営は、 楽だと思うんですよでこうしない理由なんですけども、えっと、このミッキーのこの整理券っていうのはねほんとこれもこの整理券のねチケット券のね大争奪戦でパスの大争奪戦でこれですねホテルアーリーでまあほとんどなくなってで一般の入園でもですね5分から10分でまあなくなってしまうんですね。去年も確かそんなんなだったと思います なので、おそらくですけども、今年もね、しかもこれ、カレンダー土曜日なので、多分今年に関してもですね、ホテルアーリーと、それから朝ね、始発に勝つって言ってね、朝5時ぐらいから並んでるすげえ気合の入った三木オタがですね、これ、このもう目が血走って血眼になって、このパス取ろうっていう風にで、ね、も目がみんなギラついてますからね、おそらく入園して8時、 半とか8時35分にはおそらくねそうするとこの日ねミッキーに会って「おめでとう」っていう風に言いたかったのにって言ってこれ大半のゲストががっかりしてしまうんですよねおそらくね。なのでミニーはパスなくても並べば先着で会えるよっていうのは 運営側のまあ情だと思うんですよね僕はそういう風に思ってます。要はね、まあこの日楽しみにしたんだけどもね、ミッキーには会えないえパスはってパス、そんなの朝とっくに配布終わったよって、えーってなるじゃないですか。そこで、まあミニーは並べば会えるのかっていうことでね、まあミッキー会えなかったけど、まあうん、ツートップというかね、ミッキーミニ誕生日だから、まあミニーでもええわみたいなね。 まあそういう風に並べばとりあえず会えるっていう、そういう施設、そういうキャラクターをまあ用意してあげてるっていうのは、まあこれ運営側の恩情だと思いますよ。僕はそういう風に思ってますね。まあ僕的にはね、ミッキーとミニーに会えればいいので、なのでミニーがなんかそういうね、滑り止めとかなんか代替えみたいなね、そういう扱いになってるのがなんかちょっと納得いけねえとかがちょっとあるんですけども、まあまあまあ、それはいいや。 まあ、なので、ミニーにはパスなくって先着誰でも会えるってなってるのは、僕はそういう理由だと思ってますね。はい、こんな感じです。で、ランドのミッキーをですね、ミッドミッキーはね、部屋4つあるので、まあ4人のミッキーがね、フル稼働で相手してくれると思うんですけども、まあ、トレイルですよね。ランド、じゃねえや、C のミッキーは、本当にあの、1人でね、 頑張ってるんで、おそらく C のね、ミッキーの方がハードルは高いような気がしますね。はい、良かったと思いました。今年は土曜日なんでね、どうなることやらですよね。なので、一般のミーーの方もですね、かなりなんか並ぶような気もしますよね。確か僕は去年ね、並んだ気がしますね。確か当日、インできて、で、うん、確か並んで、 みーん、おめでとう言いに行ったはずですね。そんなに並ばなかった覚えがあるな。夕方ぐらい行ったんですけども、ほんなね、2時間、3時間とかね、そんな並ばなかった気がします。多分ね、1時間も並んでなかった気がしますね。はい、こんな感じです。まあ、個人的にはね、当日にはこだわらないっていうタイプですね、僕はね。僕は去年たまたま休みが1 1月18日だったので、それでインにしたんですけども、 誕生日だよっしゃ気合入れるぜとかですね。もうこの日は誕生日とか絶対行くぜとかね。僕はそういうのはないですね。今年は土曜日なので、なんか他のコスプレイベントとかね、他の用事とかがあったら、多分それ優先すると思いますね。で、17日とかですね、20日とかですね、まあ、当日にこだわらなくても、近い日にですね、おめでとうって言えればいいので。だってね、行ってみたってさ、なんか別にミッキーやミニーがね、なんか、 本日の主役とかですね、なんか、助けをしているわけでもないので、うん、なんかね、そういうような、特別なハッピーバースデーって、なんか、バナーとか装飾がね、なんかあるとかね、そういうわけでもないので、だからまあ、個人の気分の問題ですから、まあ、だからまあ、うん、そんなにね、こだわらなくてもいいと思いますよ。で、特に誕生日だから、なんかセレモニーとかもありませんので、 だからまあなんかねキャストの有志に集まってなんかね「ハッピーバースデートゥーユー」歌ったりとかね「トゥーミッキー」か歌ったりはまあするとも限らないししないとも限らないし何とも言えないですよね。でキャストの有志に集まってやるんですけども多分ですけども特別なことをやってしまうと「えー、なんだ?」とかですねそういう風に誕生日行けなかった人をがっかりさせてしまう可能性があるので。 おそらく何事もなく普通にずっと流しで平常のパークだと思いますよ。多分ね。で、なんかあの、アリスのレストランのアンバースデーケーキがその日だけはね、バースデーケーキになってるとかですね。まあそういうのもね、あったりなかったりするので、で去年なんかね、プラザレストランのなんかケーキがトッピングが一部変わるとかですね。 そういうのもあったらしいんですけども僕行ったんですけども結局トッピング変わってなかったしで、いつものなんかねアリスのケーキがねアンバースデーが今日だけバースデーになってるっていう噂があったんですけどもあれだって言えばいつでもバースデーにあれ確か変えてくれますよねだから別にそのね1 1月18日じゃなくたっていつでもそのバースデー仕様のケーキは確か食べれるはずですので、まあ、結論を言うと 自分の気持ちの問題なので、別に当日にこだわりっていうのは、自分がスッキリしたいだけだと思うので、皆さんね。だからまあ、うん、別にいいんじゃないって思いますけどもね。はい、とかと思いました。僕は行くか行かないか分かりませんね。予定の相手でチケットな買えたら行ってもいいかなぐらいに思ってます。はい、以上、17日18日、ミートミッキー、それからトレイルの はいあの、特集営業について、特集オペレーションについての解説でした。ではでは。